聖書を拝読します。黙示録20:7-11です。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。アーメン。シャローム聖歌隊と西オーケストラが賛美と演奏を捧げます。ヨハネの黙示録公開70回目を聞きます。愛する聖徒の皆さん、全世界と全国の司教会、司聖殿、全世界でインターネットで礼拝を捧げている聖徒の皆さん、 GCN 視聴者の皆さん、千年王国の間、この地上では絵のような暮らしが続きます。はじめはわずかな人数でしたが、美しい環境で安らかに生きていくうちに、悲惨な7年間難のこともだんだん忘れていきます。人口が増えて地に満ちていますが、互いに争ったり苦しみを与えりすることもなく、生活が厳しくて悩むこともありません。獅子と子羊が共に羽を回る世で、乏しいことなく安らかに生きるのです。どころがこのような人々が、千年の終わりにサタンが底知れぬところからしばらくの間解き放されると一瞬にして惑わされます。それまでは与えられた暮らしに不満はなかったのに、今は高ぶりと妬み、そねみ、憎しみ、憤りなどの悪い思いと感情が揺さぶられます。もう御霊の人には仕えたくなくなり、自分たちも仕えられたくなります。御霊の人々が光り輝く都で尊敬されているように、自分たちも良いものを味わってみたくなるのです。こうして先に惑わされた人たちは、次に自分の周りの人たちに不満を言って彼らを惑わしていきます。家族や友達、隣人に悪い思いを伝えて、その勢力を集め、彼らはあっという間に大きい群れを作ります。まるで伝染力の強い病気に感染するように、人々は急速に悪い思いに染まっていきます。電話や電波を使って連絡はできませんが、馬と馬車を使って連絡するだけでも、世界の不満勢力が瞬く間に連合するのです。こうして大勢の人が連合した組織を、本文8節ではゴグとマゴグと表現しています。ゴグとマゴグという言葉はエゼキエル38章にもありますが、今日の本文はそれとは意味が違います。エゼキエル書の内容はいずれ具体的に説明する時が来るでしょうが、本文では霊的な意味だと理解すればいいでしょう。つまり肉の人々が連合して作った組織、団体だと覚えておけばいいのです。千年王国が進んで人口が多くなると、彼らも自分たちの組織を作ります。7年間難で生き残った肉の人は、すでに文明と組織社会を経験した人たちです。彼らが子孫にも組織について教えるので、千年王国の間もこの地上では簡単に秩序と組織を立てることができます。もちろん主と御霊の人々の支配下にあるので、頭の肉の人たちが何か独裁体制を作ったりするのではありません。ただ肉の人独自に規律と秩序によって統制される組織ができて、そこにリーダー格がいるということです。肉の人は皆良い環境にいても、それぞれ受け継いだ気に違いがあると言いました。体力や知恵、才能、性分などが違います。
その中でも優れた人が頭として立てられるのです。敵である悪魔サタンが解き放されると、この頭たちを狙って惑わします。まず彼らを惑わすと、影響力ももっと大きいし、その波及効果も確実になるからです。このように悪い思いを受け入れた人たちは、家族、民族、大陸、ついに全世界へと広がっていきます。彼らの数は海辺の砂のようであると書いてあるので、結果的におびただしい数の人が惑わされたことがわかります。もちろん肉の人全部が惑わされたのではありません。その中でも御霊の人の教えを覚えていて、悪い人たちに同調しない人もいます。しかし思ったより多く、すなわち半数以上の人が惑わされて、結局神様に立ち向かうことになります。9節に、彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだとある通りです。愛された都とは御霊の人々が住む城です。生徒たちの陣営の生徒たちとは、肉の人の中で惑わされないで信仰を守る人たちのことです。サタンに惑わされた肉の人々は、御霊の人と自分たちに同調しない肉の人まで攻撃しようとするのです。彼らが都を攻撃するからといって、御霊の人々が彼らに立ち向かって戦うのではありません。おびただしい肉の人々が登ってきて、都を取り囲んで攻撃しようとする危ない瞬間、天から火が降ってきて彼らを焼き尽くしてしまいます。直ちに神様の裁きが望むのです。火で裁かれた肉の人々は地獄に落ちて、彼らを惑わした敵である悪魔サタンも再び底知れぬところに閉じ込められます。敵である悪魔サタンは二度と出てくることができず、永遠にそこに閉じ込められるのです。この中でも裏切らずに信仰を守った肉の人々は救われます。ただし普通の人間工作を受けていないので、優れた天国には入れず、パラダイスの端にとどまるのです。ところで十節に一つ疑問点があります。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けるとあります。火の池、硫黄の池は救われなかった罪人が行くところです。悪魔は人ではなく悪い霊なので、底知れぬところに落ちると言いました。それなのになぜ本文には彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれたとあるのでしょうか。この悪魔は悪魔そのものではなく、惑わされた肉の人の中でも悪魔の仕業を直接受けて裏切りを主導した人々のことです。悪魔に完全に囚われて悪魔の技を行った人々です。人がサタンの仕業を受け入れると悪いことを考えるようになり、悪魔の仕業を受け入れるとその悪い思いが悪い行いにまで現れると言いました。ところで単に悪魔の仕業を受けることと悪魔に完全に支配されてしまうことには程度の差があります。たびたび世には人がどうしてあんなに悪いことができるのかと思うほど理解できない事件があります。人の道理からも外れていて、良心が少しでもあるならできない罪を犯すのです。こういうことを見ると世の人々も悪魔の仕業という表現を使ったりします。このような悪行は悪魔が彼らを捕らえて思いのままに操るから起こるのです。悪を行う人は自分の意思でやっていると思うかもしれませんが、実際は悪魔が完全に支配しているのです。それで悪魔が直接行っているかのような凶悪な罪を犯すのです。
千年王国の時も先に立って裏切りを指導する肉の人々がこのように悪魔の仕業を直接受けるようになります。このように悪魔に直接操られた人々が火で裁かれて火と硫黄の池に投げ込まれたことを本文では悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれたと表現しているのです。こうして千年王国が終わったら大きな白い御座の前で本格的な最後の大審判が始まります。生徒の皆さん、御霊の人々は千年王国が始まった時から肉の人々に繰り返し教えて諭します。千年間は平和に生きるが、時が来ると敵である悪魔サタンは解き放される。その時絶対に惑わされたらいけない。7年観難が終わって皆さんは空中で7年婚姻の後主と共にこの地上に降りてきて千年間王のようになって御霊の人として肉の人々を熱心に教えていくのです。聖書に記されている通りに千年王国が終わる頃には底知れぬところから敵である悪魔サタンが解き放されて人々を惑わす。その時惑わされたら地獄に行くと繰り返し教えるのです。また天国と地獄はある、天国はどんなところで地獄はどんなところだとも教えると、その時は皆そうしますと言うでしょう。敵である悪魔サタンに惑わされたら恐ろしい地獄に落ちる、最後まで神様に仕え主に仕えなければならないと繰り返し教えます。また肉の人の中でも一部は人間工作とむごたらしい7年観難を体験して千年王国がどれほど素晴らしいのかよく知っています。主が治める国、悪のない世がどれほど幸せなのか知っています。また自分で7年観難を体験しなかった子孫も主と御霊の人を見て千年王国の平安を味わいました。神様の御言葉がすべて真実であることも知っています。ですから御霊の人から教わる時は心に留めよう、惑わされまいと決心します。それにもかかわらずどうして半分以上の人が惑わされて裏切るのでしょうか。皆さん理解できますか。できますね。皆さんも経験したことがあるから、講談であれだけ教えてもそうしてはいけないと言っても聞かないで惑わされる人もいるのです。そんなことが全くない人は理解できないでしょうが、まるで正解をあらかじめ教えてもらって試験を受けたのに落第するようなものです。1週間前に正解を教えてもらったなら十分覚える時間があるから100点取れそうなのに、ある人は60点も取れないのです。正解を全部教えてもらったのに、皆さんの中には本当に理解できない、私なら絶対惑わされないだろうにと思う方もいるでしょう。または神様はこれで工作を終わりになさればいいのに、わざわざ裁きの前に千年王国を経るようにして多くの人が滅びに向かうようにされるのだろうかと疑問を持つかもしれません。創世記を読む時も同じです。神様が善悪の知識の木を置かれなかったなら、アダムとエバが取って食べて滅びに向かうことはなかったのに、なぜ善悪の知識の木を置かれたのか疑問を持つ人もいるでしょう。神様が善悪の知識の木を置かれたのは人を滅びに向かわせるためではなくて、誠の子供を得るためです。千年王国も同じです。しかし神様が何かをなさるときは意味なしにはなさいません。必ず公義と愛によって示すべき御心と摂理があるので、一つ一つのプロセスを組み立てていかれるのです。では1番目の質問からお答えしましょう。
肉の人々はそれほどまで真理を見て聞いていたのに、なぜサタンに惑わされたのでしょうか。皆さん、特に若者の皆さん、自分自身に問いかけてみてください。私はこの教会で聖書にある印と不思議と神の力をたくさん見たのに、なぜ世に目を向けて世を断ち切らないで、なぜ誘惑に負けてしまうのだろうか。あれだけ真理を聞いて学んで知っているのに、なぜサタンに惑わされてしまうのでしょうか。皆さん、誘惑する人のせいにしないでください。自分の心に悪と真理と反対のもの、肉の思いがあるからサタンに惑わされるのです。これを理解するために、アダムとエバが善悪の知識の木の実を取って食べる過程を考えてみましょう。大抵の人はアダムがその実を取って食べたことがよく理解できません。そんなに良い環境で幸せな暮らしをしながら、どうして善悪の知識の木の実を取って食べたんだろう、私なら絶対そうしないけどと思います。今の皆さんなら絶対食べなかったでしょう。自分がアダムとエバだと考えてみてください。園の中央には命の木もあって、善悪の知識の木もあるけれど、神様は善悪の知識の木の実は食べてはならない、食べれば必ず死ぬと言われました。なら皆さんは食べるでしょうか。どうでしょうか。命の木の実は食べても、善悪の知識の木の実は食べないでしょうか。皆さん、狡猾な蛇はエバと親しかったし、長い間巧妙に惑わしたら、エバはその実を取って食べてしまったのです。そして夫のアダムに与えたら、アダムも食べたのです。惑わされてしまったのです。今日も同じです。御言葉を聞いて知っていながら、その通りに生きられないで誘惑に負けてしまう人がいるのです。何も乏しいことがなかったのに、サタンに操られた蛇が惑わすと、アダムとエバはそれを受け入れます。蛇は善悪の知識の木の実を食べたら死ぬのではなく神のようになると惑わしました。これに心惹かれると、神様の計画を無視して、その実がまことに食べるのによく見えたのです。皆さんの中にも、欲におびき寄せられて、世の人に誘惑される人もいるじゃありませんか。アダムとエバの息子カインも同じです。アダムは子供たちに自分が知っていることをどれほど詳しく教えたでしょうか。私は神様の御心に聞き従わなかったので、この世に肉の人になってしまった、悲しみと苦しみ死がある生き方になった。あなたたちは必ず神様の御心に聞き従わなければならないと悟したでしょう。また神様が受けられる生贄は血の生贄なので、必ず動物をほふって血の生贄を捧げなさいと教えたでしょう。それなのにカインは聞かないで、自分勝手に地の作物を捧げました。その生贄に神様が目を留められないと立ち返ったのではなく、かえってひどく怒ります。神様はこの時も憐れんで、その心が悪いことを悟らせてくださり、正しく行うように勧められます。それなのにカインは相変わらず立ち返らず、かえって神様に愛されている弟を妬んで殺してしまいます。今日クリスチャンの中にもこのカインのように行う人が大勢います。肉の生贄を捧げながら、つまり真理をいくら聞いても行わないのに、なぜ神様は答えてくださらないのか、どうして私にはこんなに祝福がないのかとつぶやきます。神様の御業を体験して自分なりに熱心に信仰生活をしているつもりだった人も、決定的な瞬間に真理から外れたりします。例えば職場でテストがやってきます。
たった一回だけ偶像に手を合わせたら昇進もできるし、たくさんボーナスもらえるが、手を合わせなければ社長に嫌われて職場から追い出されるかもしれません。そういう時、私はいくら辛くても神様の前に罪を犯せないと言えるでしょうか。そういう方もいますが、神様、クビになったらこの年で就職するところもないし、家族はどうなるでしょうか。私は偶像を拝むではなくて一回だけ手を合わせます。その代わりにボーナスをもらったら献金もたくさんして施しもしますので分かってくださいという人もいるでしょう。私は主を受け入れて癒された後、工事現場で力仕事をしたことがあります。その時は神様に働きかけられて従っただけですが、後で振り返ってみたら、それは7年間病気で痩せ衰えていた私の体を回復させるための神様の導きでした。例えば家を建て替える現場に行くと、その時は日本人が建てた家がたくさんあってすごく丈夫でした。とにかくそういう現場では工事を始める前、必ず地鎮祭を行います。祭壇の上に茹でた豚の頭とかお餅など供え物をたくさん並べておいて、その前で土下座をするのですが、工事に関わる人は皆その儀式に参加しなければなりません。するとある人はお金を供えたり拝礼をしたりもします。でも私は初心のものだったのですが、偶像を拝む儀式に参加しないために人に見えないところにいて隠れていました。だから私は何も食べられないのです。お肉もお餅もおいしいものがたくさんあるのに食べられないのです。儀式が全部終わった後出てくるから。地鎮祭があるたびにそんな風にその場を避けていました。面と向かって土下座するのを拒絶するのではなくて、最初からそこに行かないで儀式が終わったら行って仕事をしたのです。絶対妥協しないでただ御言葉通りに生きている人を、どうして神様が喜ばれないでしょうか。どうして祝福してくださらないでしょうか。そういう人は神様が神様の方法で導いて練って祝福をくださるのです。ボーナスをもらったら献金もたくさんして施しもしますので分かってくださいという人もいるでしょう。結局貝のように肉の生贄を捧げるのです。イスカリオテユダはどうですか。ユダはイエス様の弟子として召されて、いつも真理を聞いて学びました。イエス様が死んだものを生き返らせるのも見て、水の上を歩かれるのも見ました。それなのにサタンの誘惑を受け入れるとイエス様を裏切って売り渡したのです。千年王国の時も同じです。いくら真理を聞いても聞いても自分の心を守らないでサタンの誘惑を受け入れるならこうなります。それまではおとなしい羊のように生きていた人もあっという間に神様に立ち向かって悪を行うのです。イエス様の十二弟子の人にイスカリオテユダを考えてみてください。イエス様は多くの印と不思議、力の技を行われました。水の上も歩かれて、風と波に命じられたら静まりました。死んで4日も経って臭くなっていたラザロも生き返らせられました。イスカリオテユダはラザロが生き返って墓から出てくるのも見ました。イエス様が命じられると時空を超えて癒されるのも見ました。なのに惑わされてイエス様を売り渡してしまったのです。
さて、千年王国についての2番目の質問です。なぜ神様はこの終わりの時点で千年王国を経るようにされたのでしょうか。人間工作が終わったからすぐに裁けばいいのに、千年王国という過程を経る理由は何でしょうか。それは工作を終える時点で神様が人間を工作するしかなかった理由をもう一度確認させてくださるためです。もちろん6日間で想像して1日安息されたように、6000年の工作を終えて1000年間安息されるという意味もあります。また私たちが工作を受けた地球に未練が残らないようにあちこち見て回らせるという意味もあります。皆さんの中に海外に一回も行ったことのない方もいるでしょうし、行きたいところがあっても時間がなくて、またはお金がなくて行けなかった方もいるでしょう。そういう方は千年王国の時行けばいいでしょう。天国に行ったら地球には戻れないから、その時人間工作を受けたこの地上を心ゆくまで見て回るように神様が配慮してくださるのです。それで愛する人々と一緒にあちこちを旅行しながら見て回るのです。そのためでもあるし、これとともにこの千年王国に込められた重要な摂理は、誠の子供を得るためには相対性を体験する人間工作がどうしても必要だということを悟らせることです。人があることが良いと心から感じて自発的にそれを選ぶためには、相対的に良くないことを体験しなければなりません。つまり罪と悪がもたらす苦しみを体験してこそ、本当に善と真理が良いと悟って、自分から真理を選ぶことができるのです。アダムはエデンの園で乏しいことがありませんでした。しかし自分が持っているすべてがどれほど幸せで感謝なのか分かりませんでした。自分が学んだ真理の知識がどれほど価値あるものなのかも悟れなかったのです。苦しみ、悲しみ、罪と死を体験することがなく、不幸を感じたことがなかったからです。もちろん知識としては聞いて知っていても、心の底から悟れなかったのです。良いものだけくださった神様に心から愛と感謝を捧げることもできませんでした。それで不足なく生きていても、自由意志によって神様の御心から外れて善悪の知識の木の実を取って食べたのです。千年王国の時の肉の人々も同じです。千年間数えきれないほど教わったのに、いざサタンが惑わすなら自由意志によってそれを受け入れる人が出てくるのです。これは千年間どんな苦しみも体験しなかったし、死の恐ろしさも心に迫ってこなかったからです。自由意志とはこういうものです。善を選ぶことも悪を選ぶこともできます。心から本当に善が良いと悟ったなら、絶対に悪を選ぶはずがありません。しかし悪がどれほど苦痛をもたらすのか知らなければ、蛇に惑わされたエヴァのようにもっともらしい言葉で誘惑されると心がぐらついて悪を選ぶこともあるのです。ですから心から善を選んで神様を愛する誠の子供になるには、どうしても相対性を経験しなければなりません。エデンの園で生きていた人は相対性を経験していないから、悲しみが何か幸せが何かわからないのです。不幸を経験したことがないから幸せが何かわからないのです。永遠に生きる命を持っていても、死を知らないからそれが良いものだとは思わないのです。いつも神様が与えてくださるものが豊かにあって、
汗を流して食を得る必要がないから、貧しさも空腹も知らないし、労働というものも知らないのです。だから感謝することもできないのです。人を憎んだことがないから、愛が何かもわからないし、ただ平和に生きるだけで、愛がどれほど良いものかもわからないのです。エデンの園には憎しみというものがないから、永遠に生きられるし、別れがないから、別れの悲しみもわからないまま生きていくのです。それを幸せだと言えるでしょうか？本当の愛と喜びがわかるでしょうか？だから神様は、誠の子供、喜びと幸せ、感謝もわかる子供を得るために、善悪の知識の木を置いて人間合作を計画なさったのです。誠の子供になるには、どうしても相対性を経験しなければなりません。それで人間合作が必要だったし、人間合作のためには敵である悪魔サタンも必要で、悪魔サタンがいなければ人間合作はできないのです。千年王国の時、悪魔サタンが閉じ込められているから、争いもないし、みんなが平和に生きていたのに、悪魔サタンが解き放されたら、じっとしていた悪がまた出てくるのです。人間工作のためには敵である悪魔サタンも必要で、地獄も必要なのです。皆さん、悪魔サタンがいるから惑わされることもあるじゃないですか。それで神様の誠の子供かどうかが明らかになるのです。つまり、神様の御言葉に従うなら神様の子供で、悪魔サタンに服従するなら罪の奴隷で神様の子供ではないのです。このように、悪魔サタンがいるから神様の誠の子供か悪魔サタンの奴隷かがはっきり区分できるのです。だから私たちはいつも善を選んで神様に従うべきであって、悪を選んで悪魔サタンに従ってはいけないのです。つまり、どちらを選ぶかによって、信仰があるかどうか、本当に神様を愛しているかどうかが明らかになるのです。皆さん、父なる神様を愛している、信じていると言いながら、肉の行いをしたり死に至る罪を犯すなら、その口の言葉は全部嘘なのです。第一ヨハネにある通りに、人間合作のためには敵である悪魔サタンも必要で、地獄も必要なのです。ここから3番目の疑問が湧いてきます。1番目2番目の質問は理解できましたか？3番目の質問です。同じように自由意志を与えても、ある人は善を選んで信仰を守るのに、ある人は悪を選んで滅びに向かいます。ある人は悪を選んで滅びに向かいます。それなら、全知全能の神様、愛なる神様は、良い人だけ作られたらよかったのに、なぜ裏切る殻のような人も作られたのですか？素直に従って、御言葉通りに生きる良い人だけ作られたらよかったのに、なぜ従わない人、悪を選ぶ人、地獄に向かう裏切る殻のような人も作られたのか？こういう質問をする人がいます。悪い人を作らないで、良い人だけ作ったらよかったのではないかということです。しかし、良い人になるのも悪い人になるのも、神様が最初からそう作られたのではなく、どこまでもその人自身の選択です。皆さん、誰かが誰は天国に、誰は地獄に行きなさいと言いましたか？それぞれ自分で選ぶのです。自分が世が好きで、勧誘して不貧困をして肉の行いをするのが好きで、そちらを選ぶではありませんか？優れた天国、新しいルサレムがあることを知っていながら、そんなことをやめられないで、そんな罪をことさらに犯しつければ神様に背けられることを知っていながら、
自分で選ぶのであって、神様がそうしなさいと言われたことはないのです。神様は正しく生きて新しいエルサレムを目指すようにと教えてくださったのです。例えてみましょう。農夫は畑に良い種をまきます。全部の種に心を込めて肥料と水をやって雑草を抜きます。どころか同じ種から中身がぎっしり詰まった実だけでなく空っぽの殻も出てきます。農夫が殻を作ったのではなく耕作の副産物として出てきたのです。皆さん、農夫が種をまいたらみんな麦を得たいでしょう。殻を得たいと思う農夫はいないのです。殻を一つも作りたくなければ工作をしなければいいのです。しかし工作しなければ実も得られません。同じように神様は誠の子供を得るために人間工作をしておられ、人が相対性を体験するようになさいます。そして人に自由意志をくださっただけでなく、無数の証拠を見せて善と悪のうちどちらを選ぶべきかを教えてくださいます。私も講談で繰り返し教えています。善とは何で悪とは何か。善を選んでいけば天国に行く、悪を選んでいけば7年間難に落ちる、救われないで地獄に行くと繰り返し教えています。皆さんを天国に導くべき責任と使命があるからです。一人も地獄に行かないようにするだけでなく、新しいエルサレムに導くことが私の使命なのです。だから皆さんが嫌がっても、若者男性生徒が嫌がっても、教えては教えてまた教えるしかないのです。いや、幸いな道、天国に行く道、救われる道をいつも教えているのです。善と悪のうちどちらを選ぶべきかを教えてくださいます。宇宙と自然万物によって創造主を認めるようにされます。私たちに聖書をくださり、預言者と神のしもべを使わし、不思議と印によって神様は生きておられることを表されます。しかし神様がいくら多くの証拠を見せて、いくら説に教えられても、結局は選択は一人一人にかかっています。自由意志によって真理を選んだ人は救われて永遠の命と天国を得るようになります。しかしその自由意志によって悪を選ぶなら、罪から来る報酬は死という抗議の方によって地獄に行くしかないのです。もし神様が人の自由意志を調整して誰でも善を選ぶようにされるなら、悪を選んで地獄に行く人はいないでしょうが、神様が望んでおられる誠の子供も出てこないでしょう。また善だけ選ぶようにするなら、すでにただ聞き従う御使いが無数にいるから、あえて人間工作をする必要もなかったでしょう。しかし子供を産んで育てる親なら、いつも言うことをよく聞くロボットがあるから自分の子はいらないとは言わないはずです。ロボットがいくら精巧に人の形に作られていて人のように行動しても、本当のことは違います。また幼い子がああしてもはい、こうしてもはいと自分の意思もなく親にはいだけ言うなら、何かおかしいでしょう。いい子だと褒められるのではなくて、むしろどこか欠けているように見えるかもしれません。子供には自由意志があるので、ロボットのようにただ言うことを聞くのではなく、時には問題も起こします。自分の思いに合わないと言うことを聞かない時もあります。しかし物心がついて親の恵みを悟って心から愛するようになれば、ロボットとは比べ物にならないほど親を慰め喜ばせます。もちろん親に苦しみだけ与える子もいますが、親が子育てをするときは
いい子に育ってほしいと願いながら育てるのです。神様もこのように愛を分かち合うために誠の子供が欲しいと思っておられたので、自由意志をくださいました。自由意志があると善か悪かを選べるので、必然的に悪を選ぶからも出てくるものです。罪を犯してはいけないと教えても犯す人もいるのです。神様は私たちが千年王国を経ることによって、このように人間工作に込められた意味を悟るようにしてくださいます。皆さんがこのような摂理を誠に理解するなら、ローマ書1の33のような簡単がおのずと出てくるでしょう。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。誠の子供を得るために、すべてを世界の始まる前から備えて工作しておられるものの、最後の瞬間まですべての過程を完璧に配置して成し遂げていかれる神様なのです。結論です。愛する聖徒の皆さん、本教会の開拓以後、皆さんは数え切れないほど神の力を見て聞いて体験してきました。また自分なりに工作を受けた時間を経て、肉がどれほど無益なものであり、悪がどれほど人を苦しめるのか知っています。それで神様を信じるだけでなく、清めを慕って天国の新しいエルサレムに向かって熱心に走っているのです。こういうことを知って信仰生活をしている皆さんはどれほど幸いでしょうか。しかし、その信仰の実を完全に結ぶためには本当に決断しなければなりません。罪の性質を覆って隠しておくのではなく、発見して心から捨てなければなりません。講談から伝えられる真理、神様の御言葉を聞いて自分のことだと悟ったらすぐ捨てる、そういう信仰の行いが必要です。聞いて知っているのに、相変わらず悪魔サタンが喜ぶようなことをやめないで、口では神様愛していますと言うのですか。話にならないのです。千年王国の間、平和な暮らしをしていた人々も心の罪の性質を捨てたのではなかったので、敵である悪魔サタンの仕業を受けると悪が現れます。彼らは人間工作を受けながら悪を発見して、それを捨てるために血を流すまで戦ったりしたのではないのです。神様は誠の子供を得るために千年間神様彼らに真理を教えてくださいました。その後、悪魔サタンによる試みがあるのです。その時惑わされないで勝ち抜けば神様の子供だと認められるのです。しかし惑わされてしまうなら、千年間教わったことが何の役にも立たないのです。このようにある人たちは神様の御業を体験して信仰生活を熱心にしていても、ある瞬間惑わされるとつまずくのです。心から罪の性質を根こそぎにしてこそ、どんな状況でも神様の前に誠実なものになれるし、悪の道に転落しないのです。主が私たちを連れに来られる前、まだ機会があるうちにまめに花嫁の備えをしますように。それで主を出迎える時、私は本当に悔いのない工作の時間を過ごしましたと告白できるようお願いします。それで7年婚姻と千年王国を経て永遠の天国に入る時、最も栄えある座に至りますよ、主の御名によって祈ります。聞いたメッセージを思い出して一緒に祈りましょう。愛の父なる神様、今日聞いた御言葉が私たちにとって命と力になるようにしてください。今日は千年王国の終わりに起こることについて聞きました。人間工作の終わった後、終わりの時点に千年王国という過程を経るようにしてくださったのは、誠の子供を得るための神様の恵みでした。ですから私たちは
自分の心を守り、サタンに惑わされないように心に留めるようにしてください。終わりの時を生きている私たちが多くを悟り強くされるようにしてください。どんなサタンの誘惑にも負けないで、自由意志を持って真理を選んで、誠の信仰を持つようにしてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された道会長先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の家に安守してください。GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの家にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、小臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔、サタン、すべての病気病原菌を患いよ下がれ、光よ望め、不治の病難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と全ての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消えされ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔、サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ下がれ、その使い立ちも下がれ、この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛
命与える救いの